ノギ、はい、エンパワークラブの皆さん、こんにちは、安木正弘です。ノギのキシンです。ノギっすよ、ほらすごいっすよ。ちょでもちゃんとブリーフ状のやつ履いていけ。いや、ちょなんで白じゃないの。恥ずかしいじゃないですか。サボってます。やっぱこう、ちょっと身分を高く示したいんで赤っぽくしました。今日はね、はい、あの脇を刺されたら、はい、ダメっていう、ああ、ハーフガードを脇刺されたらダメっていう、はい、終わりだって。そう、脇刺されたらもう死ねえ。タップの可能性でも言ってるやん。死ね。死ね。まあほぼ死ですから、ね、僕らからしたら。そうそう。そうそう。だからうちの俺の弟子になるっていうことは、はい、脇を刺されたら死。あ、まあ僕ら以外何か死んでるっす。死んでる。返してこない。返してこない。生き残ったのが3人。そうそう。100人ぐらいいたんですかね、最初。ここに生って入れて、はい、生きるって入れて、ここに死って。あ、ここも脇のライン。こうやって死んで。死んで。相手に触られたの。終わり。そう。でもガチでそんな感じっすね。本当に死っすよ。ハーフやってて、脇刺される。でもさ、その脇刺されたらさ、はい、あかんって言うけどさ、はい、結構ハーフやってて脇刺されてる人多くない？多いし、はい、あと試合とか見とっても、割と脇差しのハーフからでもひっくり返したり、あ、ボックスイップをひっくり返したり、はい、なんかこう、する人いるやんか。いますね。うん。じゃあ別に脇刺されてもいいやんみたいな話。あ、じゃあここ生きるに変えちゃおう。いやでも、最初、俺が言いたいのはな、あの、ハーフガードを使おうとしてるやつがな、はい、ハーフガードしかもないっていう状態で。ああ、もう他できない。そう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 、ハーフガードオンリー。そうそう。そういうやつがさ、他のガードもできへんのにさ、ハーフガードやりますってさ、ワキさんから取ったらさ、もうさ、それどういうことって言ったらさ、なんか例えある？お、俺に大喜利な。どういう例え？え、もう一回言ってたその本部。いやだから、はい、あの自分はもう他のガードできませんでした。はい、何やっても不器用でうまくいきません。はい、でもまあハードガードだけならなんとかなりそうです。でもいつも脇刺されます。あ、どういうこと？クソ運動音痴なのに勉強もできないみたいな。違う。俺は割といい線いったかな。俺も珍しくいい答えが出たと思ったのに。違う。違う。そんなん違う。違うっすか。ああ、ラーメン屋で出してんのにスープ作られへんっていう。ああ、何にもできないじゃないですか。ああ、スープ命なのに。スープ命なのに。カスみたいな。ほーら、くじゃん、空飛んでる。ほら、くじゃん、空飛んでるよ。ほーら、すごい、すごい。ディパークラブ。なんでなんやって、それ理由よ、はい、理由。理由がな、あって、それをちょっと今日説明しようかなと思って。浮気出したの。そう、そう。あのね、例えばね、じゃあ、俺がハーフガードなんてるとするやんか。はい、で、こっち俺が脇や、こっちの脇やを、こう刺されたの。刺されたの。うん、やばいです。でも、やばい、これ俺らからしたらやばいって認識やんだけど、はい、やばくない人たちって思うねや。言ったらこういうのでこうやってこういうの作って、なるほど。でなおかつやね、なおかつ相手がこれパスで圧力かけてきてもこっちにこうやってさ、あ、こう入っていける人たちよ。なんてこった。なるほど。こういう人たち器用な、あ、はい、体柔らかい系の人たちな、潜ってくる人いますね。そう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 、いや気持ちになります。あるやんか。はい。でもさ、これ相当足使うの無理やねん。うん、そうですね。ああ、もうめっちゃちっちゃくなってるわけだから。うん。今を言うたら俺は縦稽古ができるわけやんか。はい。あ、それがさ、例えばさ、まあ言うてその膝の柔らかさとかすげえ言ってくるわけでさ、あと腰の柔らかさ。そうか。もうベリーマンですね。そう、すげえ言ってくるわけでさ。で、胸と胸合わされてもそこの腰だけ回転できるっていう能力じゃないとあかんわけや。うん。言ったら、でもな、それができてるっていう時点でな、ハーフガードってやんなんすよ。違う。今のは緊急脱出にならないんですかね。いや、まだ余裕があるよ、言って。ああ、なるほど。周りで。どうせまだ戻れるしっていうのもあるし。はい、うん。それやんか。
でもほとんどの人でハーフガードを選ぶ人っていうのはさ、ここで回転できへん人が多い。そうっすね、回転できないからハーフガードそうそうっすね、そう確かに。そうやんか、なんか足の動きから変身みたいな。例えばさ、今のようにさ、ワーキー刺されてさ、あのニースラとかでさ、こうガッサーいかれてさ、ワーキーさんいかれてガッサーいかれた、うん、あーもうダメだっていう時にさ、これをさ、あのパスされますっていうのもさ、ここにフレーム入れて、こうパスして、これでここから入れてきて戻せますみたいなさ、あ人やったらまあええわけよ、何代系の、うん、あはい、でもそれやっとけよハーフがやらでええねん、出らでいいですよ、うん、やんか、なんかとけたんちょっとなんかもうこれができる時点でもうなんて言ったらいいの、そのあれやねん、そのハーフガードを使う理由がないの。ああそうっすね、まあ、オープンでいいっすね。そうやろ、うん、そうやろ。で、じゃあ体が硬くてもうその言ったら相手にこれなんかガッチリ隠れてきてミスターとかになったらもう戻されへんっていうやつに、そのハーフガードの脇を支えてはいけない理論っていうのが初めてそこで設置されて助かれるわけ、うんうんうん、ああはいはい、言ったらな。じゃあなんで脇を刺したら助かれるのっていうところやんか。これ俺がハーフガード始めるにあたって、あのこいつだけをまず守って練習してたらうまくいくようになったっていうのがある、はい、まあ、とりあえず脇を刺すことやねんけど、もうあ自分がそうそう脇を刺されないことと脇を刺すことっていうのがすごい大事で、なんでかって言ったら脇を刺されへんかったらなんとかパスされへんの、とりあえず。ああなるほど、うん、こう俺がなんでこうやって脇をわーって刺しとっちょっても刺しとってこうなっとるかなこうなってるやんか。これでニーサイズ側に抜かれていったの。で、抜いて、完全に。あー、なったって落ちても、こうやって起きてこれるわけ。おー、これが効くんすね。そう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 。こいつを抑えることって結構難しいね、うん。ちゃんと脇さして相手の重心を崩してるから。うん。うん、例えば、これが刺してなくて、で、相手がここで一生懸命こう潰そうとしてきてて、で、ニーサイズになった。なってもとりあえずは逃げてこれるわけ、ここまで。こうやって、まあ、パスはされてない。そうですね、手にはなんない、ね、そう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 、パスされるくらいだったらこのポジション取った方がマシ、はい、そうですね、いうカメになっちゃったりとか、うん、いいですね。そうやろ、だからどっちかというとこう手を引かしてガードワークを守るっていう方法なわけか。はいはい、足が効かない代わりに、まあ、最後の保険みたいな。そう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 、ここさえ あれば相手の状態を少し浮かせるから、はい、だから走り抜けられたとしてもまあ大丈夫。なるほど、うん、で逆にハーフマウント側にじゃあ来られたらどうするんですか。あ、ハーフ、はい、そうそう、今の2歳ですよ全部で、ハーフマウント側に来られたらどうすればいいんですかって言われるやん、はい、聞かれるやん、自分で考える動画の意味なくなっちゃうよで言ったらそう、動画の意味なくなっちゃうからうん、俺はこうなって脇刺してるけど、あハーフマンとかに来られた、あ来られたっていう時に初めてディープハーフガードが出てくる。なんてこった、すげえ、うん、そうか。まあパスって言ったってここで起きるそのパスガードって大体2種類なんか、うん、ハーフマンとかに来るバウントへのプレッシャーパスか、こういう感じ、そうそうそう、それかディストレス、うん、大体どっちかっすね、左の向きが、うん、そう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 。で、例えばあともう一つあるのが、よく言われる柔道足抜きと言われるやつ、あ添い寝パス、あるやんか。あれもう言ったらこう脇が、俺なんとか脇さえさせとったらな、こう、こうなって、こうなって、あまあ首とか殺されながらこう足バーンって抜かれたとしても引いていけばなんとかこうやって抜いていけるわけ。うん、うん、めっちゃ大事じゃないですか、やっぱ大事、うん、パスされないっていう、その一線を引くにはこいつがないと、うん、とりあえずパスされまくるわけ。なるほど、うん、だから脇刺されてもう耐えれるっていうのはまあ言うたらもう二重絡みしかないよな。ああそうですね、うん、だからやっぱ脇を刺すっていうのはすごい大事、その攻防一体の中で一番その中立を保つための道具やね、うん、言ったら、うん、自分の攻撃にももちろんなってくるし、はい、起き上がってくる。そう、逆に言ったらそれでディフェンスもできるわけだから、うん、もう大事っすね。ああどっちも必要なんですね。そうそう、そうそう、超リード取ってるわけ。へえ、うん、で言ったらこれってハーフガードのアタックだけで考えると全然
その脇を刺す理由って半分ぐらいの意味にしか感じへんのよ、うん、だけどディフェンスのことを考えたら全部が埋まるねん、こういう風にできてるねん、だからハーフガードをこう追求していって、例えばその、組み手争いには2オン1があったりアームドラッグがあったりってするわけやん、はい、こういう攻防の中でさ、こういうさ、うん、のがあったり、こういうのがあったりさ、はい、まあ、ジョン・ウェイン・スイープがあったりさ、いろいろあるわけやん、はい、これってもう言ったら脇刺されてないからできるのか、そうですね、言ったらだから脇を刺されてなかったり、うん、うん、刺されてない、ないっていうのは、脇を刺されてないっていうのは自分が刺しているっていうのと、まあ、ほぼほぼ一緒やん、意味は、うん、絶対自分が刺してないとダメですよじゃないねん、これは刺されてなかったら刺されてなければ、そうそう、そういうこと、そういうこと、最低ラインがそこにある、そういうこと、だから多分昔の動画とか掘り越してもらったら分かると思うけど、こういう技術あったよな、はい、あ、ありました、リバースアームドラッグって言って、ここでこう腕持っとけば脇刺されませんよっていう理由あったよな、はい、でもこれ脇刺しばっかり夢中でこうやってやっていくと、それは刺され返されるわけ、なるほど、でもやけどこの途中経過の地点をここで経由していって、ここでストップしておれば、うん、まあとりあえずパスは彼がいるのか、絶対できないです、ああ、そっか、もう無機的に肩が違うところにあるんですね、うん、そう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 、で、相手の動きとか重心位置に合わせて脇刺してすれば、いろいろ復活していけるわけだから、うん、なるほど、だここのラインが最低ラインで、ここを守れへんと正直攻防にならへんって感じ、ディフェンス下がるんだ、うん、一番大事なことですよね、そう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 、だから自分、脇刺されちゃうんですよねっていう、そのまあ、そういう悩み、はい、これある、まあ、お前もあるやろうし、たぶんなんかその会員さんとかでも、その、そういう悩みを抱えてる人の悩み聞いたことがあると思う、うん、はい、ありますね、いつも脇刺されちゃうんですよねって、あります、うん、そういう会員さんに対しては自分で考えろってすごい声厳しく出た方がいいんですよねそうだぞ、いや、これがこの理屈が分かってないと、まあ、説明できへんやんか、あ、確かに、だからなんとなく僕もやってたんですね、今聞く前まで、うん、本当に、うん、そうそう、脇差しは大事、大事ですね、うん、あと回れるやつはオープンやれって、うん、そう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 、それも本当そう、脇刺されちゃうんですよね、いや足はもうここにかかるんですけどもう自分で足でご飯食べれるんですけど、でも脇刺されちゃうんですよねっていう人が来たらもう死ねそんな贅沢、俺らそれができなくてこうなってんだから、まあ、いわゆる救済措置として、はいはい、上半身も誰でも使えるから、うん、そうっすね、全体器用っすね、うん、ここそうそう、で、足が使える人はわざわざ使わなくていいと、うん、ああ本当に、うん、ああ、まあ、言うたら需要の供給であってその人に適してない技術っていうのは絶対存在するから、うん、いらんもんはいらんねん、だけどほとんど呪術やってる人口の多分ほとんどはそんな足利く人じゃないねん、そうっすね、ああそうそうっすね、うん、そんなんばっかりやったらさ、もっとさ、気持ち悪い競技になってるで。くねくね編集。くねくね編集。多分、もうね、柔術家のその柔らかさどころの話じゃなくて、気持ち悪いって言ってるのが、はい、もう言っても、そって頭ここについちゃいますよっていうような柔らかさの人が変なガードを生み出して、あ、いや、私ブリッジしてるんですけど、足もここにあるんですよみたいな、ブリッジしてるけど足もここにあるんですよみたいな、こうやってもう引っ張り込んされないようになってそう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 できないそうそうかけるやつですねそう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 びっくり人間選手権になっちゃうですねそうそうやんかあの、たまにあるやんか、あの、こういうさ、こうつけとってると足ここにくるやつ、あシルクドソレイユとかでありそう、あの座席だ、あのガード取られたらさあれってパスガードどっから確かに概念がもうそもそもルール変わるかもしれないえ、だってもうあれってこうなってるわけよあかん、絶対にできないで、足がここにあるからねここにありますで、こうやって足こうやって動かしてバレてタツノスケと2人やってできるかもしれない2人ってどういうこと俺がこうしてるからタツノスケが足を足役あ、そういうこと、そういうこと、そうそうそう、辰之助が足やるか、あ、座っていいよ、座っていいよ、座っていいよ、で、俺戦う、そうそう、こうなってるわけどう、全部パスする、これ俺、お腹ここ、下やで、これ、隠れてんだよ、ほらこれ、パス取れない、絶対負け、こい絶対負け、こいああワングルピックと動いてる、ほらほらほら、これでスタートしました
何でもされちゃう。起きるのが多いけどな。めっちゃこう起きるのがね、大変だよ。いや、今模擬でやったけどさ、あんなもったらやばいよ。いやっすね。いや、やっていうか、パスできない、パスがない。だろ。足とか上がってるのかな。だってバック取ろうとして、自分がバック取られるんですよ、こっから足でやると。だからまあ、俺たち守りとこだけやんか、はい、俺らは。そうですね。ちっちゃいですね、そう考えると。正面向きから横向いて、こっからここの位置守るだけやんか。はい。それぐらいやってくれよ。っていうね、まあ、今日はそういう話だね、うん、だからね、何かしらこのハーフガードできへんって困ってる人はこれでちょっと考え方をあの少し自分に優しくしてほしいなっていう感じ、うん、絶対刺さなあかんわけじゃない、刺されてなかったらね、はい、っていうね、あ、パスされへんかっていう話、はい、まず第一はそっからじゃん、あのパスされへんところが始まってスイープできるかどうかなんですよ、うん、そうですね、うん、だからね、順番としてね、わざわざ決まる運動よりもまず守れるかどうかの方が大事だから、はい、うん、そう、そこを大事にしてください。順を追ってやれよ、思ってます。ではまたと言っていい。ではまた。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。